サラウツ、またはサラウスは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ。公式名は、バスク語表記のザローツ。人口は2万2千人程度だが、夏季の観光シーズンには約6万人となる。インガさんから見た、サラウツの街とビスケーワン、サラウツの街の中心部バスク州内有数で、カンタブリア海沿岸でも1、2を争う規模の砂浜を持ち、砂浜の女王と称される。 サラウツの市街地のすぐ東にはサンペラヨ川という河川が流れている。1237年、カスティーリアフェルナンド三世によって町としてサラウツは建設された。16世紀まで住民は漁業、特に捕鯨に従事していた。ビスカヤ沿岸の海から大西洋セミクジラが消えると住民は農業や家具製造、船の建造に産業の転換を迫られた。 16世紀からあったなロス宮殿は、イサベル2世が、夏の離宮としていた。このため貴族や上流階級の人々が19世紀に、ユーフォミッチ沿いに、邸宅や住宅を築いた。1980年11月3日、バスク祖国と自由が、サラウツでクアルディアシビルを襲撃し、5人が死亡する事件があった。この年は、 バスク祖国と自由によるテロの犠牲者が最も多かった都市である。バスク鉄道のサラウツ駅、サラウツの市街地のすぐ南側には E70 号線の一部である AP-8 が東西方向に通っており、ヨーロッパの道路網と接続している。また、スペイン国土 N-634 号線は市街地を東西方向に貫いている。さらに、バスク鉄道の路線も 東西方向に市街地を貫いており、市街地の中心部にサラウツ駅が、そこよりも東のサンペラよ側のすぐ西にサンペラよ、サラウツ駅が設置されており、ギプスコア県とサンセバスティアンやビスカヤ県と、ビルバオなどと接続している。このほか、自治体内を2つのバス路線が通っている。サラウツには、写真博物館と、芸術、歴史博物館という2つの博物館がある。 ドールザーでは頻繁に展示会が開催される。自治体内には多くの写真ギャラリーがある。バスク地方の伝統である美食文化はサラウツでも重要な要素である。多くのレストランがあり、伝統的バスク料理、または現代的な新バスク料理を提供している。1967年には料理人のルイス・イリサールがサラウツにスペイン3番目となる。 料理学校を開校させた。スペインで最も有名な料理人の一人であるカルロス・アルギニャーノは1978年からサラウツの浜辺にあるホテルレストランのシェフを務めている。バスク地方の他地域同様にサラウツにはチョコと呼ばれる多くの美食クラブが存在する。2007年にプロサーフ世界選手権会場となったサラウツ・サラウツには大きな砂浜があり。 マリンスポーツも行われる。また、市街地の北東端には、1916年に設立された敷地面積約0.165平方キロメートルで、9つのホールを備えたゴルフ場もある。ありがとうございます。